小神道気藤堂への入り口壁に彫られたカリグラフィー、西安大聖神寺は中華、人民共和国戦聖小西安司令国の古老の西北方向に位置する各口またに存在する中国最古のモスクである。西安大聖神寺は742年、唐朝の幻想時代に当時シルクロードの東の橋であった長安で創建された。 今日現存している主要な建築物は、明朝の後部三角の知性のもとで建てられた明朝、建築風なもので、その後も何回か改築が行われている。寺全体は東西に細長い形であり、メッカの方向を遥か排するために、建物全体が東向きに作られている。建物群の間は4つの中庭によって仕切られており、第1と第2のブロックには、大門、廃炉と、 その他の付属施設がある。第三のブロックには八角平面で重屋根を持つ昇進路と呼ばれるミナレットがあり、アホンが礼拝の呼びかけを行っている。昇進路の脇には沐浴のための浴室や応接室などの部屋がある。最後の第四のブロックの中心に礼拝殿があり、その前面にパイボーモンと大きな月台がある。礼拝殿は前路、礼拝殿堂、 五、用殿の三つの部分からなり、五、用殿には、砲弾と礼拝溶岩が設けられている。中近東などに存在するモスクと違い、西安大聖神寺はイスラム風の配置、アラビア文字などによるイスラム風の装飾を除き、その建築の風格はほぼ、中国建築式である。モスクのシンボルとして、 重要なドームはなく、ミナレットも独自の設定である。明、清時代には中央アジアを経由した海賊によって、西安大清神寺と共通する形式の清神寺が中国西北地域の各地に建てられた。現在、西安大清神寺は西安の人気な旅行スポットである一方、海賊を中心とした中国のムスリムの信仰の場としての役割をも果たしている。 ありがとうございます。